海外留学から始まりますヤクルト編から、12球団目ヤクルト編、誰をメジャーにか、メジャーじゃない、誰を留学させるか。ここは有望株を生かせるべき。これ野手板倉とか言ったら馬券じゃない ?28 歳でしょ。野崎ショートでしょ。でもセカンド一応留学生取ったんだよな。金谷は分けるでしょ。ショート。野崎を打撃型の方がいいよな。正直。野崎。金谷、野崎の2人を。いやー、いいとこないな。ヨーロッパ行くか。守備鍛えてこい。本当は打撃を鍛えて欲しかったんですが。ヘイルウェット、ヘニング、フライ、ブローズ、ゲミル、アースキン、スーザン、ブラウン、ユーイング。Aランクお願いします。でも意外とね、B ランクでも活躍するっていうことがこの前分かったんで、B ランク。数打ち働作戦で2人取るか。スーザン、ブラウン、どっちが活躍すればいい？どちらかが活躍すればいいんで、2人取れます。一応ファーストサードもできるらしいし。で、外野もキャンプでこの2人、鍛えたら外野サードが両方できるようになって複数ポジションできる選手は必要なんで、じゃあ開幕までカットしましょう。開幕まで来ました。外国人を2人取って、今とりあえず外野の外国人を探してるところです。ファラデー一応ファースト2人取ったんで、とりあえず外野行こうかな。でもどこが今足りないんだろうね。やっぱ外野か。この外野が下位打線だからね。一応上位に内野手はいるんで外野を探してます。キューボ外野手、スーザン・ブラウンっていう名前の外国人いそう。スーザン・ブラウン頑張れよ。この2人コンビで。そして留学生も32日か、約1ヶ月、4末ぐらいには帰ってくるのか。果たして首位になれるんでしょうか。やっぱ A ランク1人欲しかったよな。やっぱりめちゃんこ打てるやつが1人必要なんだよ。おそらくカープが強いでしょう。でもカープとね、 DeNA で潰し合いしてくれたらどちらも勝率が下がってうちが上がってくるチャンスがあるんですが、もう完全に4位です。巨人も強い。だって巨人3冠置いたもんね。ああ3連敗。ああこれ無理だな。5位だもんだって。外国人ガチャにかけるか。先発が足りてないよな、完全に。B ランク、C ランク、C ランク。6点台。9点台。青柳、広い、もうみんな勝利投手でいいんだ。ビハインド、リード時、ビハインド接戦時、ビハインド、リード時、守護時。頼むぜ。2割3分、1割4分。出たー。やっぱり確変だったー。3割2分6人。やっぱり確変丹下君。やっぱり外野が足りねえな。ブラウンは怠惰で弱いんでヨネの確変か。お前去年のホームラン王はお前が打たないとうちのチーム終わりなんだって。覚醒しろ、なんとか復活してくれ。あれ神宮でめちゃめちゃ25点取ってる意味がわからんわ。そして次の日に最悪じゃん、25点取って、そっから点全然取れてないもん。今年無理かってなると、オリックスを来年優勝したとしてもオリックスを1年で優勝させないといけない。なんとか逆転できない？いい外国人も入ってこないし、試合も勝てんし、シーズン終了まで行きますわ。今年ちょっと諦めようかな。無理だ。いや、わからん。ちょっと勝ち出した。ちょっと待ってくれ。そして留学生も帰ってきたんじゃないの？留学生も帰ってきました。野崎。野崎と誰だっけ？金谷だっけ？彼らが入ってきたので何もあまり変わらないんですが、上位は頑張ってんだよ、そこそこ。こっからだよな、問題は。問題はこの外野手なんだよ。ヨネーノめっちゃ打ってる。ヨネーノスタメン良くないのじゃ。2割2分4厘でも10本ホームラン打ってんだよな。エマーソン、DH ありのオーダーを考えましょうか。誰 DH 入れるか。野崎、金谷入れてファーストこうするか。で対左は大堀入れよう。左だけなら結構打ってくれると思うんだよな。この交流戦にかけるわ。もしかして交流戦優勝するぐらい活躍すればワンチャンあると思う。優勝も一気にここで上がってまくっていけば最低交流戦優勝。ああもう無理だ。ああもう無理だ。オリックス強くない？オリックス2位じゃん。オリックス1年で優勝できる可能性あるわ。ヤクルトさえ優勝させることができたら。問題はヤクルトを優勝させることができるのかと。 9.5、9ゲームだったらまだ可能性あるくない？2桁ついたらちょっと難しいかもしれないけど、1桁ならもう全然可能性ある。今三原怪我したな、前日3週間。だが頑張れ。無理だな。今年諦めますわ。また来年シーズン終了まで行きましたが4位でした。あとね、ちょっと見てほしいんだけど、いい外国人が2人入ったんですよ。外野のいい外国人が2人ね。これで来年マジで優勝狙えるわ。2人入りました。あれなんかオーダー変じゃない？なんでこんなオーダーなってるの？まあいいや。ブリテン、CBED、CCD ですが3割3分10本。シーズン途中から来て3割3分10本。しかも春男、そして23歳と若い。あともう一人が、国に帰りました。もう一人は帰りました。もう一人もなんか3割ぐらい打ってたんですが帰りました。やってられないっつってこのチームじゃ。73勝6、もう一応5割は超えてんだよな。中日が暗黒になってる。来年マジで優勝するわ。ハードウェイいいピッチャー、ハードウェイ。守備もうまいと。外国人には珍しいフィールディングもできるタイプですね。先発ピッチャーだな。ピッチャーが足りねえわ。なんとか戦力が、いや中継ぎえぐ、中継ぎえぐ、この7、この3人、この3人、1点台、1点台四天王。JFK よりえぐくないこれ。そしてもう一人いました。1点台が5人、6人、中継ぎに1点台が6人です。えぐいな。あー打率がね、まだ下振れでこれだったら来年もうちょっと活躍してくれるんじゃない。スーザンもいいよ。2割6分30本威圧感持ってます。あれあれあれ、あ、フレンバか。フレンバが国に帰ったんか。3割で無駄ラリー7本打ってたフレンバ、29歳。イーモン・フレンバ。チャンス B、プルヒタ調子安定。いいよね、この2人が。この2人がね、来年も残ってくれれば勝てる可能性もあるんじゃないか。三原規定いってない。あんまり良くないね。あと誰だっけ、留学から帰ってきた金谷よ。ああ、下手んか。結構打ってるかなと思ったけど、この2人 OPS がえぐい。この辺も下手なんだよな。でも OPS7 超えないとね、6台じゃダメよ。試合に出ちゃダメよ、6台は。レギュラーとして。レギュラーって最低7は欲しい。スーザン、神とかいる。巨人と広島強すぎないか。金出しがすげえ沢村賞取ってる。巨人のこの柳生がすごいね。最短でも取ってんじゃん、柳生。気になるな、柳生が。続ける。あと2年あと2年でヤクルト、オリックスということはもう1年ずつしかありません。今年でヤクルトで優勝できなかったら終わりです。だからオリックスはパ・リーグの2位なわけよ。っていうことは、今年俺がヤクルト優勝させることができればオリックスの優勝は全然可能性があると。なので絶対今年ヤクルトを優勝させないといけないと、そういうことになりました。 ID 野村 ID 野球を見せてくれよ。このままでいく。野村監督じゃないわ、古田監督、間違えた。もうメンツは変わらなくていいでしょ。こいつをどうするかだな。もうダメです、君はクビです。使おうかなと思ったけどもうダメでした。君は、君はまあ一応残しとくか。中継ぎなんで誰が活躍するか分かんないからね。こいつもうダメなんだよな、本当は。でも一応残しても人がいないんだね。このままいきます。あ、誰か引退した、もしかして。ああうわー、うちの古郡さんが引退しちゃった。まだまだ戦力だったのに。古郡さんいいでしょう。ピッチャーだな。ピッチャーが足りてないということでドラフトを行く前に今日はここで終わりましょう。バイバイ、さよなら。